平野紫耀、戸部所属後も広がる平野ワールド、かつぶしに描いた絵、日常を映す写真。独特なセンスが今後にどう活かされる平野紫耀のインスタグラムの投稿に注目が集まっている。平野は8月5日に自身のインスタグラムに人魚のカラーイラストを投稿。そこに多くの反響が寄せられている。 イラストに添えられたテキストには、前にどこかで話したことあったと思うけどタブレットで絵を描く暇つぶしにハマっております平野仕様です。と説明。夏っぽいものを描きたいなと思ってなんか人魚思いついたから描いてたと綴っていた。イラストは人魚の背面を描いたもので、右肩には月や星のタトゥーらしきものを添え、背景はピンク、グリーン、パープルの3パターンを用意。 合わせて3点の画像を投稿した。本人は、かつぶし、と綴って吐いたものの、フォロワーやファンからは、たくさんの反響が寄せられ、細かくヘリトリって、一つ一つに色を塗ったことや、絶妙なカラーリングでグラデーションさせた色彩感覚にも注目が集まった。平野のパブリックイメージといえば、 確かなダンススキルやユニークなトークにフォーカスされることが多かったが、今回の投稿で新たな彼の一面に触れたという人も多かったのではないだろうか。平夜はかつてバラエティ番組で自身の自宅の一部を公開したことがあり、部屋の照明を落とし、なおかつサングラスをかけて過ごしていることや、ここやしという観葉植物にハゲという名前をつけて育てていることなどを明かしていた。 ここやしにつけた名前については、おじさんが埋まっているように見える、という平野の想像力を膨らませた上でのネーミングだった。またトイレの棚には、顎がしゃくれたミニチュア動物を並べるなど、ひとひねり、ひと癖あるものが好みのようだ。平野の仕様のセンスで切り取られる日常写真。今後の活動にどうつながる二週間前の投稿では、夏の終わりが寂しくなる前に、 と、高層ビルなど視界を遮るものが周りにない、自然の一コマを切り取った画像がアップされた。夕焼けに始まり、モノクロ写真ではあるが、山間を流れる涼しげな川と夏らしい雲など、水の流れる音や蝉の鳴き声が聞こえそうなほど、そして灼熱の太陽に照らされた夏の匂いが漂ってくるような臨場感のあふれる写真がポストされている。 8月9日に投稿した4点の画像もまた趣向きがある。食事帰りに撮影したという東京タワーをメインにした夜の風景に加え、青々と生い茂る緑と雲一つない空、残り2点は場所などの説明はなかったものの、海や山など自然の中から撮影したとおぼしき場所写真が並んだ。少々の傾きはご愛嬌、いずれの写真もトーンを落としているのが特徴で、 平野が見た景色を共有できるのとともに、些細なところから平野のセンスに触れることができる。その他にも、インスタグラムのストーリーズではフォロワーから寄せられた質問にも答えており、ツッコミを入れたり、優しい言葉をかけたり、くすっと笑える言葉選びからは変わらぬお茶目な人柄も垣間見ることができる。 インスタグラムをスタートさせてからはより身近な存在に感じられたり、知られざる一面に驚いたり、そうした平面ではない人柄にライブ感覚で触れられる。物事をどんな風に捉えているのか、平野の目線に近い距離で感じられるのも、個人 SNS のメリットだ。イラストに写真と、平野の投稿にしかないオリジナルのセンスがあり。 これらをまとめて、ポストカードや写真集、はたまた今後リリースするであろう音楽作品のジャケット写真に、と期待を寄せているファンも少なくないだろう。きっと今は何をしても一挙手一投足に注目が集まっている状態だろう。ファンにとっては風景写真からも人柄やそう感じられる貴重な場であり、今後も変わらず投稿をしてほしいと願うファンがほとんどではないだろうか。 自身が描くイラストや季節ごとの写真など、これからどんな投稿が寄せられ、そしてそれが今後の彼の活動にどのようにつながっていくのか、注目していきたい。ゆずつきひろみ。